どうもベタです。パースがやっていきたいと思います。はい、本日はエリアの騎士パワーアップ記念ガチャ、こちらを引いていこうかなと思っております。で、今回ねピックアップされているものは日本代表の相澤翔で、日本代表の荒木隆一で、四季遥、この3体がピックアップされております。で、ガチャの内容としましては、20連目40連目がピックアップ意味キャラ確定ではないんですけども、 SR50% BSR50%で、30連目50連目こちらがピックアップイビカラから SR 以上確定で、60連目に選択ガチャ券という形でございますので、30連目50連目で違うキャラを引ければ、まあ、60連で、まあ、3体集まるという形でございます。まあ自分としてはね、やっぱ相澤翔、相澤翔を手に入れたい。あとはまあその次はね四季遥、このキャラだっていう形かな。なので、できれば相澤翔、四季遥を、この辺で当てといて、まあ荒木を引くという形がいいんでね、よろしくお願いします。まあ相澤翔は多分、SR、PSR、SR と PR あるはずなので、まあ、それで解放させていければいいかなと思ってますので、まあ、PR 出るのならば四季遥、この辺を当てていけると、まあ、ガチャがね少なく済みますので、よろしくお願いします。で、おまけアイテムとしましてね、初回、ゲドクンゾウ、金が10個。で、招き猫5個。で、パワードリー200が5個。音楽プレイヤー5個。マルヒブック5個。で、サクセス補助券が45個という形でございます。で、70連目以降もね、あります。ゲドクンゾウが2個。招き、パワードリー、音楽プレイヤー、マルヒブック、サクセス補助券がそれぞれ2個ずつという形でございます。まあ、サクセス補助券配るのは結構でかいと思いますので、皆さん、この回にね、まあ、引きまくって、やりましょうと。で、無課金とかならば、ちょっと迷いどころですが、もう欲しかったらね、このキャラたち欲しかったら、引くしかないんでね、引いていきましょうという形でございます。はい。で、今回ね、60連まで引くと、まあ、280個外資必要なんで、まあ、自分は330個あるんで、とりあえず引いていきたいと思います。では、引いていきましょう。まあ、初めからね、久しぶりのガチャということで、当たり引いてくれてもいいんでね、よろしくお願いします。やっていきましょう。さあ、久しぶりのガチャ、久しぶり、まあでも月吉でいいんだな、月吉でいいんだ、そこまで久しぶりじゃないけど、まあ週休さん行かなかったんでね、まあ、この辺でドバッと来て嬉しいかなと思います。はい、まあ安定の、ポンでね。はい、相澤翔で、相澤翔これ見てみるとね、ビハインド20丸で、ランウィズザボール、こちらがドリブルの速度が上がる、大きく前に蹴り出す、ドリブルを見せるようになる。まあちょっと取られやすくなりそうな気もするが、まあこれ新しく金属とするので、どうなんだろうな、いつ実装されるのかな、わかんないけど。はい。で、突破力20丸で、エリアの騎士、エンプティーゾーン、まあこれが出たということで、エリアの騎士とは共存できるらしいです。エンプティーゾーン、正確で力強いシュートを打てる、敵陣ペナルティーエリア付近でのシュート時、さらに精度と威力が上がるという形でございます。まあ結構強くなるのかな。まあ見ていこう。まあ筋力取ってみてっていう形ですね。はい。で、これ R とかにはついてないですね。オフェンス上限は SR 以上ということで。まあ見ていこう。ね、まあ PR は。PR は四季くんがいいなぁ。はるかがいいなぁ。はい、ナイス。いいよ。で、こちらは、ドリブラー20丸、ワンタッチ。で、トップレフ20丸、パス20丸、パス感、ホイップキック。で、シュートレンジ、ケテルフ、ハードワーク、サッカーの20丸、イーグルアイという形でございます。はい。では、20連目。ここは、SR50%、PSR50%。まあ、SR でもいいので、できれば、ピックアップイビキャラ。ピックアップイビキャラが当たってほしい。よろしくお願いします。20% なんでね、ピックアップイビキャラの PSR が当たる確率は 10% しかありません。まあ、出てくれると嬉しいな。はい、SR は確定。でもピックアップになってないから、多分金色じゃないからもうピックアップないだろうな。ゲドウ君が来てくれないと多分ピックアップはないと思います。おまあないだろうな、多分な。抜けるな、逆に。あ、抜けなかったらちょっと博士演奏面白かったんですよね。多分これは抜けないです。多分ピックアップでもないです。はい、安定してくれると嬉しいんですよね。安定してくれると多分ピックアップなんです。はい、荒木 R ね。で、こちらはビハインド20丸、ドリブラー20丸、ワンタッチ、突破力20丸、パス、スルーパス、バックスピン、ラストパス、パス感。で、ファンタジスタ、バイタルブレイク、チームプレイ、司令という形でございます。ナンバー10持ってるのはファンタジスタってちょっと珍しい。はい、行きまーす。さあ来い。はい、イバノ君の SR でした。残念です。はい、30連目ということで、こちらでビッグアップイビキャラ確定。まあ、まずは、はるか、四季はるか当てていこう。まあ、せめて、
と、あ、そうね、ピックアップ、こういう感じで金色だとピックアップですね。荒木は来るな。荒木じゃないで、複数枚抜けろ。まだ確定以外来てないからね。複数枚抜けてくれ、複数枚抜けてくれ。さあ何枚来る。お、2枚来ましたね。ありがとうございます。2枚来てくれました。さあ1枚目、うん、まあ、5枚目ですね。 5個目で安定してくれると嬉しいんですが、さあどうでしょうか。いきましょう。さあ来い、安定。打った。え、荒木ラッキー。ナイスですね。荒木くん当たってくれた。もうここで当たるのはラッキー。いいね、いいね。さあ最後、最後も安定してくれ。最後も安定してくれれば かけるか、四季春か確定です。さあ当てていきましょう。頼むぞ。さあ来い、さあ来い、さあ来い、来い。来た、ナイス、四季来ましたね。これで、うん、自分は全員ゲット達成ということで、ありがとうございます。あ、こいつにね、テクニック条件プラス1とか来てたら嬉しかったんですけどね、うん、残念ながらこんな形のテーブルでございます。試合経験点が、10%という形でございますね。で、荒木が、ごめんなさい、ちょっとテーブル見てなかったですね。テーブルの方が試合経験点、あ、頻度あるんだ。いいですね。試合経験点が 10% すでについてて、頻度があるという形でございます。まあ、これは使いやすいな。うん。火曜山高校でも使いやすいのかなと思いますので、また使っていこうかなと思います。はい、40連目いきましょう。ここは SR50%、PSR50%。さあ、さっきね、抜けなかったんで、ここで PSR をぶち抜けると嬉しいかと思います。さあ、来い。まあ、ピックアップだよ。もう PSR 多分ないな。はい。抜けるな。もう確率はかなり低いですね。はい、最後、1枚。まあ、SR でもいいんだよね。うん、かける、かけるが来てほしい。かける来い、かける、かける、かける。ありがとうございます。 OK、 でかい。全員集まりましたね。うん、でも最後まで引こうかなと思ってます。まあ最後まで引く理由はただ単にね、荒木とかけるはなんとか解放できると思うけど、ちょっとね、四季遥この辺が解放できないと思ってますんで、四季遥が出てくれると嬉しいです。ここでも四季遥がいい。50連目、ピックアップビーからが SR 以上で、さあ四季遥。いや、この引きをね、サブアカでしたかった。サブアカでしたかったね。追いガチャができないサブアカで、ここでしたかった。メインはどっちかといえば、PSR1 枚当たってる方が嬉しかったかな。はい。さあ、お、来てますね。SR が2枚出てます。SR 以上は2枚。さあ、暗転、あ、暗転はないか。暗転はもう PSR 出た時なんで、さあ、来い。はい、お、むっちゃ出るやん。さあ、最後、来い。かけるか。かけるか、マジか。まあ、嬉しい。すごい、いい引きをしてる。いい引きはできてるんだけども、ここまで、50連引きまして、相沢かける2枚、で、荒木が2枚、で、四季遥が1枚と。いやー、四季遥が欲しかったな。いや、すごい強欲なんだろうけどもね。うん。まあ、PSR は出てないけど、勝ち。全然勝ちなガチャだと思います。うん。お？ PSR 来ました。でも、ピックアップ確定ではないです。流れ星来ましたね。いや、マジか。いや、ここで BSR か。最後。あ、でも最後もあれか。確定じゃないのもん。ここ最後確定じゃないよね。さあ。来いけど。いやー、来ない。来ない、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 これ。うわ、雑魚だ。うわー。せめて安定してくれ、せめて安定してくれ。多分これピックアップじゃないっす。ピックアップの場合はね、多分ね、来るはずなんですけどね。うん。いやー、せめてピックアップが良かったな。せめてじゃない、すみません。ピックアップが良かったですね。はい、20%。うえ、来た。え、ピックアップや。え、勝ちじゃん。やば。すみません、勝ちです。いや、ピックアップじゃないって言いながら、勝ちです。ありがとうございます。助かります、これは。いやー、いざかけるか。マジか。いや、これ追いガチャしようかな。50までしたいよね。いや、50したいな。どうしよう。追いガチャか。まあ、こっち引くときにかけるって出るんだっけ。こっち引いてからかな。こっちも引かないといけないんですよ。現状引かないといけないんですけども、江ノ島高校サクセス応援ガチャでは出ないと。出ないのか。出ないのか。迷いどころだな、これ。迷いどころだ。どうしよう。引いちゃった。マジか。今回はそんな行くつもりなかったんだよな。SR 今プラゴが1枚でしょ。で SR123 枚あるでしょ。ワンチャン50いけるけど、ワンチャン50いけますが、いけますが、これテーブルってなんだっけ。このテーブル何、頻度3か。
頻度3か、欲しいけどな。やる気効果アップも強いんですよね、普通に先陣台で使いたいっていうのもあるんで、ちょっと迷います、ちょっと迷わせてください。なので、まあ、今回は相沢かけるは、これを食わせるということで終わりましょう。あ、PRR ないんだね、俺。あ、PRR ないんだ。ないのか。PRR がないのか。ちょっと悲しいけど、まあいいか。はい、では。行きましょう。まあ、それかあれだよね。それかもう、ハゲゾを使うかだよね。ハゲゾを使おうか。まあちょっと悩ませてください、すいません。では、これ、相沢かける、2回放してほしい。2回放しろ、2回放、2回放してほしい。選択ガチャ券はできればね、はるかに使いたい。はい、お願いします。行きましょう。さあ、来い、2回放。1。うわー、来ないか。マジか。来ないか。来ないか。じゃあ、いいや、もう。すいません、混ぜます。混ぜます。いや、ちょっと悩もう。さあ、多分追いガチャするから。悩みます。はい。で、荒木くん。荒木くんは多分プラゴにはなると思う。で、こっちの方が大事なの。大事なのはこっちの方。PR1 枚しか当たってないんだよね。PR1 枚しか当たってない。じゃあ、PR をプラゴにしましょう。プラゴにしよう。PR プラゴにして食わせて、SR のハゲゾを食わせよう。こうしよう。はい。PR 食わせます。まあでも SR のハゲゾはいいかな。これ食わせて、普通に食わせて、まあ、追いガチャするときに、まあ、出てくるだろうという形ですね。はい、こいつを混ぜます。プラ2解放しろ、プラ2解放。プラ2解放してほしい。さあ、来い、お願いします。1。うわー、1か。残念ですね。ちょっと使いづらい。で、どこ行った？荒木。あれ、荒木が。荒木、あれ荒木どこだ、この辺にかぶってる。で、荒木いた、荒木いますね。荒木はね、多分プラゴになるんじゃないんかな。ならないか、ならないか、ならないな、ならないね。じゃあこれを食わせよう、とりあえず食わせよう、とりあえず食わせて、プラ3で来てほしい、プラ3で来てほしいです。さあ来てください、お願いします。いや、意外と SR プラゴ来ない、ならないんだな。あ、でもプラ3か。プラ3でなるから、プラ4。マックスプラ4。マックスプラ4。R でプラ5になってくれると嬉しいけど。さあ、来い。荒木。1、2、3、4。OK! ナイス。4いった。4でかい。あと10連引いちゃう？あと10連引いちゃおうか。ごめんなさい。ちょっと10連引きます。ちょっと10連引かせてください。これはね、ちょっと中途半端なんで、石のコスのあれなんで引いちゃいます。はい。ここは何もない。お、SR 出た。ラッキー。これ SR 出てくれましたね。ナイスですね。OK。ピックアップ来い、ピックアップ。お、ピックアップ来ました。ラッキー、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 ラッキー。これはラッキー。あ、これ、来たかもしんない。来たかもしんない。さあ、来い。何が来る？あ、違う。R か。R ね。式あるかな、R。はい。さあ、来い。荒木。はい、荒木が、あー、違う。荒木、PR 出たんか。はるかの、うわー、PR むっちゃ出るやん、荒木。でもこれでちょっと今回のガチャは終わろうかな。荒木くんを解放して、いや、荒木むっちゃ出るやん、PR。マジか。ちょっととりあえず PR で解放させたいな。できるなら。できないか。まあ、最悪 SR で解放しちゃうんで。あ、いった。OK。荒木はプラゴになりました。まあ、かけるはね、ちょっとどうするか迷って、また判断させていただこうかなと思ってます。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。今回はね、もうまさかメインでここまで弾けるとは思わなかった。まあ、神引きと言っていいでしょう。はい。また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。